今のうちの事情分かってくれてるね。はい。達也に男の子を産んであげられなかったら二号さんを受け入れてくれるかい？俺が再婚して息子作ることがそんな簡単なことだと思ってるのか。あんたという子で二階堂の家継いでくれてもよかったんだよ。俺から仕事奪ったのか、俺の息子まで奪ってんのか。お父さんの男みたいな格好させたがってたんじゃん。最後にこんなに近くにいたの何年前かな。誰かを思う気持ちって初めてで。いい加減にしてよ、息子息子息子ってさ。息子さえいれば何だっていいんでしょ。二階堂の問題は俺の問題だ。